ソニーから荷物が届きました。これはちょっと自腹の商品になります。開けてみましょう。チャンネル登録者もおかげさまで3万人を迎えたということで、本当にありがとうございます。ちょっとそれもあって、自分用にカメラをご褒美で買ってみました。非常に地味なパッケージのカメラです。これです。なんかノイズが乗ったようなパッケージですが、じゃん、 ZV-E1 を購入してみました。かなり安かったですね。これ35万ぐらいしてるカメラなんですが、ちょっと明細をお見せしましょうか。ソニーストアで見るとだいたい33、4万かなっていうカメラです。それがですね、なんと26万3千円で買えました。ソニーストアの会員になっていて、アルファ安心プログラムっていうのに、まあ、年間6000円だったかな、入ってるんですけど、それに入ることで今回は 15% オフになりました。3年ワイド保証っていうのもつけてるんですけど、まあ、それをつけて34万ぐらいするはずなんですけど、それも無料になっています。でトータルで言うともうほんと26万3千円になります。さらにですね、この春のスプリングキャンペーン、5月7日まであと1ヶ月少々、まあ、あと1ヶ月半ぐらいだと思うんですけど、その間に買って、まあ、申請するとキャッシュバックされるんですね。それがですね、この ZV-E1 は3万円キャッシュバックなんですね。なのでもう26万3千円からさらに3万円引きになるということで、いくら23万ぐらいになります。パッと見の値段よりも10万円ぐらい安く買えるんで、まあ、APS-C 機で FX30 とちょっと迷ったんですけど、今回ちょっと小型軽量ボディのものが欲しかったので ZV-E1 にしてみました。でちょっと開けてみたいと思います。メインでは α7S3 を使ってるんですけど、もうこれがね3年ちょっと過ぎちゃってワイド保証も切れてるんですよね。まあ、なんかあったら結構修理代とかもかかりますし、まあ、ここらでちょっとボディを新しくしようかなと思って買ってみました。ストラップはまあ使わないですね。でバッテリー、そしてあとはこれはなんだ、あの上につけるモフモフです。本当これだけなんですね。むちゃくちゃシンプルな構成ですね。まあいいんですね、これでね、本当十分です。これで安い方が私としても嬉しいです。で、ZV-E10 っていう、これは APS-C 機なんですけど、これを私はサブで使ってるんですが、まあこれの代わりになるかなという感じで考えています。ちょっと出してみたいと思います。こっちがZV-E1 ですね。どうでしょうか。なんかこうやって見るとね、ほとんど大きさ変わらないように見えますよね。まあ、ちょっとね高さが高いかなっていうぐらいで、上から見るとこんな感じですね。まあ、バッテリーが大きいのでグリップもねその分大きくなってますが、それでもね比較的小さいグリップですよね。幅はちょっとだけこっちの方が広いでしょうかね。 ZV-E1 の方がちょっと広くなっています。であとね、スイッチ関係が、まあ、似てるんですけど、 ZV-E10 はモードの切り替えが押しボタン式なんですね。これ写真動画 S&Q という、まあ、スローモーションとか撮るモードなんですけど、ボタンで切り替えになっています。押しボタンです。それがですね、 ZV-E1 はスライドスイッチになっていて、これ私去年の夏もソニーさんにこの ZV-E1 出たてのやつをお借りしてちょっと動画にしてるんですけど、このねスイッチの方がねかなり個人的には好みでしたね。これもちょっと気に入ってるポイントです。であとは録画ボタンがしっかりしたのがついていたりとか、とここに電動パワーズームを操作するためのレバーとかもついています。でここがメインスイッチになっています。
厚みはそこそこね違いますけど、握った感じ、 いい点はねやっぱちっちゃいんでね、もうちょっと手が私も、まあ、普通よりはちょっと大きいかなと思うんですけど、ちょっとねやっぱ余るんですよね指がね。まあ軽いからいいんですけど、それに比べると E1 の方がまだマシというか、まあ持ちやすいですね。ちょっとバッテリーを入れてみましょう。まあ、軽いですね。どっちも小さいですよね。これでフルサイズセンサー入ってますからね。まあご存知の方多いと思うんですけど、アルファの 7S3、 今録画してるカメラなんですけど、動画用の、まあかなり動画にこう振ったアルファシリーズになるんですが、それと同じセンサーが搭載されています。ローライトキングと言われて久しいんですが、まあかなり暗いところでもむちゃくちゃ綺麗に撮影できる、そういうセンサーが搭載されています。ちょっと α7S3 とも比較してみましょうか。じゃあカメラを切り替えます。はい、ちょっとカメラを切り替えました。今からの映像は ZV-E10 での映像です。 S-Log2 で撮っています。さっきまでは α7S3 で撮っていた映像です。 S-Log3 で撮っていました。画質の違いなどどうでしょうか。さあ、じゃあ今からちょっとこの ZV-E1 と α7S3 の違いを見ていこうと思うんですが、まず外観上なんですけど、大きさは、まあ、若干ボディの厚みも薄くなってることはあるんですけど、あとグリップがねやっぱ全然違いますよね。やっぱりねこのグリップ、 α7S3 のグリップはねいいですね。非常に持ちやすいです。フルサイズ機の中ではちっちゃい方かもしれないんですけど、まあそれほど不満なく握ることができる。長時間使っていても私はそんなに疲れたりはしないですね。気に入ってます。それに比べるとやっぱり ZV-E1 ねちっちゃいですよね。バッテリーはね同じものが入ってるんですけど、ちょっとこの重たいレンズをつけてみましょうか。まあ、軽いレンズであれば全然不満はないと思うんですけど、こういう大きいレンズつけちゃうとね、フロントヘビー、まあ重いですね。まあボディが軽いのでトータル重量は軽くはなるんですが、ちょっとバランスが悪い感じは否めませんね。この高さも若干 α7S3 の方が分厚いというか高いでしょうかね。それと一番の違いはやっぱりこのビューファインダーがついてないんですよね。本当に明るい屋外なんかはこのビューファインダーかなり見やすくて助かってたんですけど、それがないっていうのと、あとこのついてる液晶も α7S3 の方が解像度がかなり高いですよね。それからあと見た目で大きく違うのが、まあ、ダイヤルとかスイッチの数がね全然違いますよね。こっちの ZV-E1 はもうこのダイヤルとこのダイヤルしかありません。でこっちはもう本当ここにもあるし、ここにもあるし、この EV のダイヤルもあるし、メニュー切り替えもダイヤルでできるようになっています。あとはこのカスタマイズできるボタンですよね。これがパッと見だけでも C1、C2、C3、C4 ってあって、あとまだこのジョイスティックもねついてるんですよね。でさらに、まあ、この辺のボタンもカスタマイズできたりするんですけど、 ZV-E1 はまあすごい少なくて C1 と C2、 それからまあこの辺もカスタマイズできるかなとは思うんですけど、それぐらいしかない。ジョイスティックもついてません。あ、このダイヤルはね同じようなものがついてますね。まあ、いかに一番よく使う機能を当てはめるかっていうのと、あとタッチスクリーンで操作できる範囲とかも増えてますので、まあ、その分使いやすくなってるかなとは思うんですけど、慣れが必要かなと思います。 α7S3 はHDMI がフルサイズなんですけど、この E1 はねマイクロ HDMI なんですよね。まあ Vlog カムで外付けモニターまで使うことはあんまり想定してないのかもしれないんですけど、まあつなげれるんですけど、マイクロなので抜けやすかったり、
損傷しやすいかなという心配はあります。あとはですね、このスロットが、これもまあ結構大きな違いといえば違いなんですけど、 α7S3 はちゃんとデュアルスロットで、しかもこの SD カードだけではなくて、この CF エクスプレスも入るんですよね。これがまあむちゃくちゃ高速だし、容量も大きいしてね、すごい使いやすいんですけど、こっちには入りません。 E1 はもうこの SD カード1枚しか入りません。なので、まあ、仕事で、まあ、絶対この映像なり写真なりをなくすとやばいっていう時は、やっぱりシングルスロットってちょっと怖いですよね。今のところデータが飛んだりとか、スロットが壊れたとか SD カードが壊れたってことは僕は経験したことないんですけど、まあでも1枚にね命かけるって結構怖いなと思いますので、まあそういう使い方が多い方はやっぱりデュアルスロットの方がいいかなと思います。カードの性能自体は最近で、まあ、まあ SD カードでも V90 のものとかにすれば相当読み書きとも早いので、まあそんなに不満がないかなとは思うんですけど、まあ、2枚入るか1枚入るか結構大きな違いかと思います。あとはまあ、α7S3 はかなりビデオ寄りのカメラとはいえメカニカルシャッターが搭載されてるんですけど、 GB1 はメカニカルシャッターすらも搭載されていません。電子シャッターのみになっています。まあ、その分ね軽く小さくなってるんですよね。値段も全然違いますね。今定価こっち50万ぐらいですけど、こっちが30数万で、まあ、買い値はまあおそらくこっち40万円台こう45万ぐらいですかね、ちょっとわかんないですけど、まあ、40万円台だと思うんですけど、こっちはさっきも言ったように20万ちょっとで買えますので、値段も半額ぐらいですよね。まあ、そう考えると搭載されてるセンサーはまあ同じ、ほぼというか、まあ多分同じものですし、で、まあ、3年ぐらい時差がありますので、結構こっちは AI 関連が進化してきてて、オートフォーカスとかも使いやすくなってたりとか、あと歩きながらの手ブレ補正もアクティブの上のダイナミックっていう、さらにこう手ブレ補正のよく効くパターンも搭載されてるんですよね。たりとか、まあ基本は一緒なんですけど、メニューも使いやすくなってたり、あとタッチ操作できる部分とかも増えてきてますので、まあ、やっぱり用途がちょっと違うのかなと思います。こっちは本当にもう仕事でしっかりと働いてもらうカメラですけど、こっちはもっとお気軽に、まあ、ボディも軽いですし、どんどん持ち出して楽しく撮影するっていう感じのカメラかなと思います。ちょっとメニューも見てみましょうか。こういう風にメニューが出せるようになってるんですよね。すごいですよね。こういうのもどんどん選べますし、まあボタンがない分は液晶でどんどんこうカバーしていこうかなっていう感じのカメラですね。SD をちょっと入れてみましょうか。ちょっとレンズをつけてみたいと思います。まあ同じ系統のメニューではあるんですけど、やっぱりねもうだいぶ変わってきてますよね。ちょっと使い込むのに慣れが必要かもしれません。はい、という感じでちょっと長くなってしまいましたが、今回購入した ZV-E1 の紹介でした。 α7S3 とか、まあ、姉妹機というか弟分の ZV-E10 との違いなんかも簡単にお話ししたんですが、まあ、購入時の参考にしていただければと思います。やっぱりレンズがねむちゃくちゃ大きく見えますよね。まあ、もっと小さい明るめの単焦点とかつけてねお散歩カメラにするのとかもすごい楽しそうですよね。いろいろ楽しんでいこうと思います。皆さん参考にしていただければ嬉しいです。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。